はい、こんにちは、しもまです。はい、今日の動画は、こちら、矯正女子のコーダさんです。はい、今日は来ていただきました。来ましたよ。はい、おそらく、このチャンネル見てる人も、微妙に知ってる人もいるかもしれないですけど、1% ぐらい。1% ぐらい。はい。ちょっと、なかなか有名な方なんで。はい。で、ちょっと今回初めてのコラボなんで、はい。ちょっといろいろ、私もいろいろ聞きたいなと思ってます。お願いします。でも、もともとちょっと交流はあるんですけど、そうですね。改めて、確かに。改めて動画形式で。はい。ちょっといろいろ、あんまり包み隠さず聞いちゃおうかなって思います。はい。全然見てないんで。オッケーオッケー。はい。じゃあ、そんな感じで、じゃあ、今日は Q&A 方式で聞いていくんで。はい。お願いおしま願いします。はい。じゃあ、まず、何歳ですか、今。僕、今、21ですね。21。はい。職業。職業、行政書士です。行政書士。身分は大学生。まあ、そうですね。大学生でもありますね。素晴らしいですね。学生起業っていう。確かに。いや、それは、ちょっと憧れてた。私も、学生の時に、憧れました。憧れてて、バーやろうかなと思ったけど、バーをやろう。やらなかったですね、その当時は。まあ、大学生でバーやったら、すぐ破綻したんですよ 多分、そうですね。マーケティングもクソもなったそうから。ですね。一番コストを削減しながらできそうなやつみたいな。誰でもできそうなやつ。がバーが出てきたみたいな。適当にやってしまったら。よかったですね、あげて。あ、そうです。まあ、そんな感じで。で、今、開業何ヶ月ですか？今月が、6ヶ月目ですね。6ヶ月、あ、6ヶ月か。もうそんな経ったんだ。まだ6ヶ月経ってないですね。ああ、6ヶ月6目。ヶ月目って5感ヶじ月終わったぐらい。です。そうです、5ヶ月終わって。なるほど。そう意外と早いもん。早いですね。7月に開業したんあで。あ。まあ、いろいろあったんですけど。ああ、なるほど。じゃあ、そのいろいろあったことを教えてほしいですけど。いろいろあったこと。なんか長かったなと思いましたね。あ、この。この5ヶ月半。まだ5ヶ月半なんだってあ、なる思いましほたね。ど。濃かったって意味で。そう、濃い。結構濃かったっすね。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。やっぱディープなうん。業界の手続きも一応取り扱ってるんで。ああ。夜関係、そうですね。あ、性風俗関係。そうですね。夜全体はもう、ね、やっぱ深いなと思いますなるほど、Twitter ではいろいろ見てましたけど、ね。なかなか尖ってて面白いいや、飛ばしてるつもりないんですけど。できる限り、大衆派に向き。なと。あ、大衆、大衆派。大衆派っていうか、まあね、当たり障りのないことつぶやこうと思ってつぶやいてるんですけどね、いつあ、なるも。ほど。なんか時々炎上してしまうんです。ああ、いや、素晴らしい。その炎上した姿を見て嫉妬してるから、ああ、私は。そうなんですか。すごいな。認知度は上がりますけど。炎上は。炎良上。くも悪くも。そうですね。なるほど。じゃあ、用意していいですもん。はい。売り上げを教えてくださいってことで。売り上げですか？月単位でワンチャン言えますか？月？この、開業してからの。ちょっともう。あ、もう。覚1えヶてる月ん目ですからです。か？はい。初めの月が、10万5千でしたね、確か。10万5千。あ、細かい。はい。あ、す。いや、そういうこと結構ちゃんと覚えるんあ、いいですね。で。で、2ヶ月目が24万8千かな、確か。24万8千。いや、すごいな。おそらく。もう、ちょっと、九州がちょっとごっちゃになってて、はい。9月が30万ぐらいだったかなと思うんでおお、すよ3ヶね。月目30万。そうですね。で、10月が100万超えて、お115万かな、確か。115万。115万ぐらい。行って、11月が結構落ちて、60万。60万。で、ああ、なるほどですね。今月がちょっと、まだわかんないですね。あ今のところは、もう確定してるのは30万あ。で、1本大きい契約入ったのは100万の契約入ったって感じですかね。130はいくかも。確かに。150ぐらい行きたかったっすよね。目ああ。標としては。でもまだ今月終わってないから、まだ、そうっすまだまね。だ。まあ、多分決勝の計算が僕ちょっと特殊っていうか、多はい。分オリジナルで、なんかもう契約が決まった金額をしてるんですよ。これ、ああ、なるほど合ってるんですか？仕事が終わってからじゃなくて。ですね。契約によるっていうのは多分、あれかもしれないですね。ああ、いや、なんか、はい。基本は仕事が終わってからだと思うんですけど、あ、それだともうまあ、ごっちゃっすね。まあ、いいっす、いいっそす。れだとごっちゃ。まあ、そこは。あ、でも。
一旦ざっくりで、はい、はい、そんな感じで、はい、はい、すごいな。いや、私も回遊した瞬間はそんな売れなかったんで、はい、それはどんぐらいだったんですか、初めの月は。初めの月は、正月、いや、5000か2万かだったけど、でもそんぐらいゼロじゃないんですね。ゼロじゃなかったですね。でもそんな感じでしたね。社労士のその金額って何があるんですか、業務形態として。いや、確か、なんとか入社手続きみたいな、スポットみたいな、1件みたいな、それをなんかこう知り合いの人からみたいな、そんなノリで、そうですね、まあそんな感じでもうほぼなかったみたいな、言うて一瞬で終わっちゃうみたいな。それとたまたまの知り合いですか。そうですね、あ、知り合いに知り合いみたいな感じの人が紹介してくれる。あ、もう自分から営業かけに行ったって感じ。いや、かけに行ってなくて。そうなんですね。そう、じゃくれるところは元からあった。そう、たまたま、こんなんじゃダメだなって最初思いながら。そうですね、そうですね。あ、自分の初月10万振り返って、あ、今行きますけど、どうやって就業したんですか。僕全部ウェブなんですよね。ウェブ、はい、最近紹介もポチポチ、ウェブで一件やって、うん、そこから、はい、まあ、他の人に紹介いただいたりとか、うんうんうん、まあ、ウェブで同じ会社さんが同じ手続きまた依頼してくれたりとか、はいはいはい、まあ、SNS もありますね、うんうん、最近は、はい、SNS？ はい、なるほど。そう、SNS は、え、主にその SNS の、ま、窓口となるものは、まあ、ツイッターですね。あ、ツイッターですか。はい。あ、なるほど、なるほど。ツイッターで。へぇ。なんか、どうやら、切り散らかす。あ、それが、認知度を爆弾に、そう全国各地に広めていきたいと。うん、自分としてはね、そんなつもりで言ってないんですけど。あ、そうですか。そう、まあ、あくまで僕の心にあると思うね。心にある。そこから、発信していきたいです。ああ。はい。なるほど。うん。原則ウェブ、SNS かウェブ。まあ、もうほとんどウェブっていうのはホームページの記事。そうですね、ホームページで。すごいな。やってるって感じですかね。私も今まで、はい、記事はほぼ書いてなくて、書かない、はい、今書き始めてるんですけど。はい。やっと始めたって感じです。今までホームページ一応あるだけみたいな。そうですね。なんかもう月に1回ぐらい電話来るか来ないかみたいな、そんな感じのレベルだった。あ、でも来るんですね。一応。うん、その、地元の、し、何年し、社労士みたいな感じで検索したら、あ、そうう、一応その、それではまあ上の方に出てくるから、うん、あ、そういうことですね。その一つのコードですよ。受注につながるかどうかは別として、うん、そんな感じのレベルですね。まあ、でも結局、ウェブだと安売りがかっちゃうんで、あ、なるほど、まあ、質は良くないですよね。あいみつ取ろうとしてくるみたいな。そうなんですよ、まあ。簡単に相場が見えちゃうから。そうなんですね。なんで、基本安売りしてる事務所が売り上げ立てれるっていうのがウェブになるので、価格競争に。そうなんですよ。で、ウェブは安売りっていうと、ツイッターで同僚他社から、そんなことないですよ、ね。ああ、それ、ちょっと見たかもしれない。じゃあ、俺よりウェブの売り上げあるのみたいな。100万ありますか、ウェブの売り上げで。ああ、なるほど。話なんですけど、まあ、はい、まあ、聞かれたら怖い。なるほど、はい。その投稿見ましたね。そうですね、やっぱ多いですね。まあ、でもやっぱりどうしてもやっぱ安売りはあるんで、うん、まあ、ウェブからどんどん、まあ、ウェブも運営してって、うん、まあ、ちゃんと、まあ、多分僕だった今の僕だったら多分俗人で仕事を SNS で取ろうと思えば取れるんで、うん、多分、うん、そう、まあ、こういうこと言うと、ね、ちょっと生きるなとか言われちゃうかもしれないです。あ、どんどんアナログっていうか、まあ、SNS のアナログみたいな感じで 取ろうかなと思います。あ、 SNS とはアナログ、SNS の中のアナログみたいな。あ、なるほど、なるほど。SNS でいろんな人と交流して、そこで仕事するみたいな。まあ、あくまでウェブベースですけど、ね、うんうん、まあ、それでやっていこうかな。いや、すごいですね。いや、僕も、はい、あらゆることを参考にさせていただいてて、今、すでに。あ、僕のすか。そうですね。あ、そうもう、はい。ありがたいです。じゃあもう、告知で、コウタさんのノートに、ウェブ記事の書き方みたいな、行政書士バージョンの。あ、それ依頼が来るホームページ、はい、あれ全部買って、あれ買ったんですか。買いました。買ってくれたんですか。全部買いました。いつ買ったんですか。え、買ってくんない、結構前、うん、3、4ヶ月前。あ、もう多分まだ2000円の時か、合計で。そうですね、多分あの時に買いました。そう、多分いくらでも買ったと思うんですけど、あの時やりたかったから。はい。ありがとうございます。で、そう、
いや、めっちゃ寒くなって今それをちょっとずつ書いてみたいな、まあ、時々あのクソみたいな文章だなって いや、別に文章なんでもいいよくて、あの本質、そう本質さえ、しかも逆にだらだら書いてないから、そうなん、個人的には見やすいっていう、そう、それをなんか短いくせに高いとかって言ってくるバカがいるんですよ。読むためにお前は買ったんかって話なんですよ。来るための記事を買ったんだけど、ああなるほど、そこら辺やっぱ読み違えられる方にはやっぱ全てのその僕の発言、うん、ツイッターの発言も行動も多分全部なんか本質見れずにいろいろ文句言ってくるんだろうなと。ああなるほど、思っちゃいます、ね、ああ面白い。あ、私の本も出してるんですけど、はいはい、60ページか70ページぐらいしかなくて、あの Kindle のやつ、そうですね、うん、こんなん本じゃねえっていうコメントがありましたそれで書いてんだけど大事なことは全部書いてる。そうなんですよ、ね、本ってあれね、本書かれた方に話聞いたことあるんですけど、もともとページ数用意されてそこに無理くりね、うん、かさ増しで書いてるんですよ、そうですね、彼らは。なんで本当はかあの伝えたくないこともね無理やり書いてるそれをなんかあの本は多いのか大事だとかね、バカは勘違いするわけです。そうですね、でもやっぱり量がコスパに比例するみたいな考えの人は確かに、そうですね、まあ、まあそんなやつは食えないですよなるほど、まあ、本質が見えないっていう、ああ本質が見えない、確かにそう、そうですね、うん、いや本当に、いや面白い、なるほどね、はい、最後に質問、はい、していいですか、はい、見えちゃったらあれです、あ、見えてないです、見えないです、見えないです、見えないです、じゃあ経験人数って何、経験人数、はい、それ聞きたいですね。そうですね、一応まあえあ、まあ、あの正確な数字はちょっともう覚えてないのが事実なんですけど、はい、あ、はい、まあ、多分50ちょっとぐらい、あ、50ちょっとぐらいって思います、ね、あ、なんで、まあ、あの本当にね、まあ、あの普段会われてるような経営者の方よりは、まあね、匹敵しない数ですかね。じゃあまだちょっと甘い、甘いですね、ですね、はい、あ、なるほど、なんで、まあ、死ぬまでにはあの全国の、まあ、県の女性もそうですけど、まあ、全ての世界中の女性を制覇したいっていうのはいや、ありがとうございましたいい話をお聞きしました、変な話です、あ、いえいえ、はい、じゃあそんな感じで、はい、今日は Q&A 方式ちょっと変な質問はい、ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。